た状態でやってたもんね。ねえ、競り合いでやれるの時々です。うん、ね、お店も2ヶ月ぶりぐらいなのかな、健康園。今日途中まで起こしたけど全然覚えてなくてびっくりしたこんな覚えてないもんかと思って。そう、ほんとまた一からって感じ、えらいこっちゃ。そう、そうなのよ。頑張ります。今日はレッスンでしたか。今日は違うことをしてました。そう、それも明日に向けてのあれなので。そうなのよね。9月になってもっと忙しくなるの。今までむしろね、だいぶ休ませてもらってた方だから。うん、そうね、9月、そうね、今からだね。そうね、部屋が散らかり出すのかなってね。これから大西の部屋が汚くなるんだろうなって思う。明日 MV も公開されるしってね、嬉しいね。楽しみにしててください。 MV片付けてあげたいって、優しい。片付けてほしい本当に大西本当悲惨なんですよ。あの、自分に余裕がなくなると床見えないからね。今綺麗なんですけど、バタバタするとね、ほんと床が見えなくなっちゃうから。そうなのよ。そんなにって、うん、何も手つかなくなるんですよね、家事。もういっぱいいっぱいになっちゃってご飯も作ってあげちゃって。本当に11月ぐらいまでいてほしい。じゃあ10月末まででもいい。10月末まで大西ん家いてほしいうん、うん、日替わり当番しようって。本当に日替わりで来てくれる大西んち。本当来てほしいよ。お手伝いさん用の部屋作らな。この家で作れへんけど、引っ越さなっちゃ。
あんまり家事ためすぎるのも良くないやって。そうね、分かってるんだけどね。余裕があればね。今も綺麗なんですよ、まだ。そう。そうそうそう。重なっちゃうとね。寝に帰るだけみたいになるの？寝に帰る？なんだろうね。そうね、ご飯食べてお風呂入って寝るぐらいになるかね。あと覚えるものを覚えて、まあ普通にお家をお家として使うけどさ。うん。座椅子で寝ること多くないそうって、このだもうね、このね座椅子を舐めちゃいかんのよ。とても寝心地がいいんだから。そうだよ、この座椅子はとっても寝心地がいい。うん、体痛くならないですかって。体は痛くなるんだけどね、もうお風呂とベッドが遠いのよ。そう、疲れてたりしんどい時はね、もうお風呂がもう大阪ぐらいまでの距離があるような気がして、ベッドまでなんてもう韓国までぐらい。飛行機乗んなきゃたどり着かないぐらいに遠い存在になってしまう。そうだよ、遠いの、だから行けないの、そこまで。座椅子で寝ちゃう、座椅子で寝て行っちゃいいパターンはね、座椅子で寝て5、6時に起きて、あ、寝てもうた、お風呂入ろうって言ってお風呂入って、よし、そろそろ家出る時間や、よっしゃっていうのが一番ね便利なんですよ。そう、そう、2番目にいいのは朝まで座椅子で寝ちゃって、もう家出る20分前ぐらいに起きて、もう5分でシャワー浴びてみたいな。それもまだいい。いっちゃん嫌なのは、そう、座椅子で寝ちゃっていっちゃん嫌なのは、寝るじゃん、2時ぐらいから寝るとするじゃん、1時間半ぐらいで起きて、あ、起きてもうたってなってお風呂入って、そっからベッドで寝るっていうパターンが一番やだ。そう、そうなの、そうなの、一番家出るときに眠いパターン、どっちも中途半端なパターン。あ、わかるってね、わかる。なんかさ、そのまま座椅子で寝ちゃってっていう、その座椅子で寝ることを優先したときにの方がなんかすっきりはすんのよ。す、あの、睡魔というか眠気というかはすっきりするのよ。でも一番その日が嫌って話した途中まで座椅子で寝て、でお風呂入ってからベッドで寝るっていうのは、いっちゃんね結局眠いんですよ。そう、体痛ないのって。そう、でも体が痛いか睡眠、自分で目覚めがいいかを選ぶなら目覚めがいい方を選ぶ、大西は。そう、
そう、体痛いのはいいってなっちゃう。睡魔がパッて、睡魔がこうパッて切れるなら。どう？分かりみて、わね、なんか分かる？朝さ、眠いっていうのがいっちゃ嫌じゃない？そう、もしね、そう眠いのが、朝眠い時間がとても好きじゃない、苦手なんですよ。そう、朝コーヒー飲めばすっきり。確かに、なんかさ、例えばさ、カフェイン取ってさ、朝一杯コーヒー飲んでから行くとか、目覚めるためにシャワーを朝シャワーを浴びてから準備していくとか、めっちゃ目覚めるよみたいな言ってもらうのよ。そう、モニシはね、それができないんですよ。そう、それに当てる時間を睡眠に回そうってなっちゃう。そう、できないの、苦手。これ朝にね、本当得意な人間になりたい。朝得意な人もだって、でも眠いでしょ。得意かもしれないけど、でも眠いでしょ。わからない、どうなの。最近話題のヤクルト1000はあって、もしはね、ヤクルト1000の穴場を見つけてしまってね、売ってる。だからね、大西今6本ぐらいあるよ、冷蔵庫に。最近買った、また。そう、今日は飲む、今日は飲むんだ、ヤクルト1000。今日飲んで寝るんだ、イエーイ。そう、お、15分経った、よし。早いね、15分経つの。よし、頑張るわ。じゃあ、よし、ということで、じゃあランキングの方を1位の方から読んでいきたいと思います。いきますよ、1位山っちょさん、ありがとうございます、イエイ。そして2位がさとちゃっとまーく大西軍さん、ありがとうございます、イエイ。そして3位がハギハギアットマークももちゃん大好きさん、ありがとうございます、イエイ。そして4位がよっちゃんのゆうさん、ありがとうございます、イエイ。そして5位が KITT さん、ありがとうございます。もう一回1位の方からいきます、ランキング変わっちゃった、いきますよ。1位山ちゃさん、ありがとうございます、イエイ。そして2位がさとちアットマークおにしぐんさん、ありがとうございます、イエイ。そして3位がハギハギアットマークももちゃん大好きさん、ありがとうございます、イエイ。そして4位がエイトさん、ありがとうございます、イエイ。そして5位がよっちゃん&ゆうさん、ありがとうございます、イエイ。そして6位がケイジさん、ありがとうございます、イエイ。そして7位がおやちゃん、ありがとうございます、イエイ。そして8位が KITT さん、ありがとうございます、イエイ。そして9位がとちたろうさん、ありがとうございます、イエイ。そして10位がくるりん、ありがとうございます、イエイ。そして11位がりさ、アットマーク台湾ユーナー推しさん、ありがとうございます、イエイ。そして12位がプロスペクトさん、ありがとうございます、イエイ。そしてラスト13位が SL さん、ありがとうございました、イエイ、ありがとうございます。そしてこれタワーが2つ届いてるのかな、うさぎのやつとお城のやつ、初めて見た、あ、ありがとう。
1位の方と2位の方か、ありがとうございます。じゃあ読ませていただきます。いきますよ、ヤマッチョさん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 、タワーありがとうございます。ありがたわー、イエイ、ありがとうございます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 、イエイ。そして続きまして、さとちアットマーク大西軍さん、さとちさん、さとちさん、さとちさん、タワーありがとうございます、ありがとうわー、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、イエイ、ありがとうございます。皆さんありがとうございます。はい、前のタワーの、あ、やりました、一応ということでですね、では、頑張りますということで、はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？でもでもやっぱりそこは、せーの、桃色。はい、ありがとうございます。奈良県代表の大西桃香でした。今日も見てくださった皆様、本当にありがとうございました。では、じゃあね、おやすみなさい、バイバイ、ありがとうございました、バイバイ。